皆さんどうもこんばんは。はじめまして。いつもゲーム実況の方をご覧になっていただいてありがとうございます。で、今日はね、ちょっともうね、帰ってきてもこの格好でちょっとあまりにも嬉しくて、カメラ回しちゃったんですけども、ついにね、竜眼如くの維新が出まして、つい先ほど届いたところです。でね、このように楽天の郵便で届いたところなんで、早速開けてみたいと思います。で、中に入っていたのがですね、まあこの納品書みたいなのと、これですよ、これこれ。こんな感じで、まあ裏は、こんな感じですね。で、私はまだ、ちょっとまだプレステ4を買う決心ができてなくてね、プレステ3版を買ったんですけど、もし、万が一ですね、プレステ4版を買ったとしても、ここにね、アップグレードプログラム1000円、1000円で多分ね、プレステ4版の竜眼如くがダウンロードできるという感じになってるようです。で、あともう一個の特典ですね、予約特典。これです。竜ベスト。これはですね、竜眼如くシリーズのサウンドトラックですね。まあ私なんかは、1からずーっとやってるんですけども、まあちょっとね、やっぱりあーっていう、ちょっと裏を聞くと思い起こされるシーンなんかあったりしてね、これはちょっとね、嬉しく、これが欲しくてちょっと予約してみたんですけども。で、早速なんですけどもね、まずちょっと開けてみましょうか。どっから開けるんだ、これは。ね。ちなみにね、これ本当にね、今しがた帰ってきたんでね、この格好でちょっと、もうね、ポストに宅配、まあうちマンションなんですけども、宅配ポストに不在時に入ってるんですけど、入ってましてね、よっしゃーって感じで、ちょっと、まああまりね、物が届いてテンション上がるってことないんですけど、ちょっとやっぱり、これ買った、これとあとやっぱグラセフ、ちょうど私実況やってますけど、あれ来た時と、これは、やっぱりね、テンション上がりましたね。好きなシリーズなんでね。さあ。おー、ディスクは、こんな感じですよ。はい。ですね。これは、桐生の、新選組の格好をしてるんでしょうか。あとは、まあ、説明書ですね。はい。こんな感じで入ってました。で、私ね、開封動画っていうのはね、はっきり言って何をやればいいかよく分かんなくて、とりあえず入ってるものだけを今ね、お知らせしたところで、まあ、今後ね、このゲームの実況などを行っていきたいと思いますので、もしよろしければそちらの方も見てください。じゃあ、これからも大人の実況の方、赤チャンネルですね、見てください。よろしくお願いします。じゃあ、この辺で、終わります。はい。